アンティークコインアメリカ1ドルモルガン銀貨1901年 NGC のプルーフ65です。1901年の、モルガンのプルーフは発行枚数が813枚です。直径 38.1 ミリ、重量が 26.73 グラム、 90% 銀の銀貨になります。動画でかなり、色の状態を確認できると思うんですが、美しいブルーグレーに、なっています。これはトーンと呼ばれる、色がついたモルガン銀貨の特徴で、物によってはレインボーのものや、もっとブルーのものとかいろんな色が出るんですが、この銀貨は、美しいブルーグレーをしています。モルガン銀貨のプルーフはやはり、発行枚数が少ないということで非常に値上がりしやすいコインの一つになっています。ぜひご覧ください。